中米ニカラグアにある火山で世界記録をかけたチャレンジが行われようとしていた。挑戦者はフランス人エリック・グロー。すると山の急斜面をマウンテンバイクで駆け下りていくではないか。そう、彼はマウンテンバイクによるスピード記録にチャレンジしているのだ。果たしてその記録は、なんと時速163キロ。見事世界記録達成。だがこれで彼の挑戦が終わったわけではない。エリックはさらなる記録を目指し再びチャレンジ。快調に急斜面を滑走していく。だが次の瞬間、あまりの衝撃に耐えきれなくなったバイクのフレームが突然折れて、エリックはなすすべもなく地面に叩きつけられてしまったのだ。これによって彼は肋骨と背骨11箇所を折るという大怪我を負ってしまった。ところがこの時朗報が。実は事故が起こったのはゴール直後だったため、エリックの出した時速172キロという記録が公式に認められ、新記録を樹立したのだ。大怪我を負いながらも彼は見事世界一の栄冠を勝ち取ったのである。